スされた。まだ135人じゃないか。諦めるなよ。そうだ、今度はあいつに。おいお前、この学園を案内してくれよ。やっぱり私たちの無限用は私たちにドキドキする相手にしか。効果がないんですね。これはまずいかもしれないな。私たちは一生実家に帰れないんだ。このまま年を取りここで死んでいくんだ。私は東条ルビ。あなたたちのお世話係みたいなものよ。わからないことがあったら何でも聞いてちょうだい。どうしたのかしら。緊張してるのね。ごめんなさい、私気がつかなくて。もうダメだ。え？私たちのことはほっといてくれ。放課後で中。セーブするブロックを選ぶで中。上書きするで中。セーブ中で中。電源を切ったりしちゃダメで中。セーブが終わったで中。セーブするブロック。
私の何がいけなかったのかしら。一緒に食べようってお弁当も作ってきたのに。あの子たちも美味しいって言ってくれました。つくねさんもきっと喜んでくれるはずです。さあ、たくさん召し上がれ。次々と差し出される4種類のおかずに割り当てられたボタンを正しく押すと食べられるでちゅー。大好きな女の子の手作り弁当を食べられるなんて羨ましいでちゅー。残さず全部食べるでちゅよ。はあ、ルビ幸せ。ダメよルビ、調子に乗っちゃ。こんな幸せが続かないことなんて自分が一番知ってるじゃない。それならばいっそ自分の手で。つくねさん、お仕置きしてください。私こういうの困るんです。さあ早くお仕置きを。占い？そうね、いいアイディアだわ。そうしましょう、つくねさん。大人をからかわないでください。からかうくらいなら、いっそ。いけない、まだ明るいわ。私、先に行ってますね。なかなかの尻、悪くない。そうだ、お前に言いたいことがあったんだ。あれ、忘れちゃった。小宮さんよりもつくねさんの方が好きですよ。なかなかの尻。
知らずの人にこんなことを。それはありません。私小食ですから。はい、それじゃあいただきます。ごちそうさまでした。このままでは私の顔が立ちません。ご恩返しをさせてもらうまでお供させていただきます。死んだ姉の遺言なんです。受けた恩は必ず返せと。セーブするブロックを選ぶでちゅ。上書きするでちゅ。セーブ中でちゅ。電源を切ったりしちゃダメでちゅ。セーブ、セーブする。